はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半になりました。6月は7日の金曜日でございますね。はい、時事.com にこれは昨日の夜21時26分に出た記事ですね。中国台湾の国交締結国パラオに大規模サイバー攻撃かというですねタイトルでございまして、まあなんかねこう嫌な予感がしますね、これだけ見ていると。はい、読んでいきましょうか。東京 AFP 時事、東京でありながら AFP 時事なんかようわからんけど、南太平洋の島国パラオのスランゲルウィップス大統領は5日同国が大規模なサイバー攻撃を受けていると述べ、中国を非難した。パラオは中国が自国の一部だと主張する台湾と外交関係を持つ12カ国の一つ、パラオ政府から2万件以上の文書が盗まれたとする米紙ニューヨークタイムズの報道を受け、台湾政府は3日パラオのデジタル防衛強化を支援する用意があると申し出た。ウィップス氏によると、文書が盗まれたのは、パラオが米国と向こう20年にわたる新たな経済安全保障協定に署名した直後の3月だった。いかにもですね、これね、中国がやりそうなことです。ニューヨークタイムズによると、盗まれた文書はダークウェブに出回った。つまり、影のサイトですね。ランサムウェア。身代金要求型ウイルス犯罪グループドラゴンフォースが犯行声明を出した。犯行声明だ、俺が取ったったんやんって言ってですね、ウィップス氏はデータ分析した結果、ランサムウェアはロシアで開発された可能性が高く、マレーシアから送信され中国とつながりがあるようだと述べた。このサイバー攻撃の背後に金銭的動機はないとして、単なる嫌がらせだと断定し、流出した文書には個人情報が含まれていたと語った。つまりですね、金銭的要求がなく嫌がらせであると、金銭的目的でないということは政治的目的があるかもしれないということですね。普通そんな国家からですねデータを抜き取ったら、おら金をこせというようになるわけでしょ。それをですねせずにですね、でも犯行声明を出したわけでしょ。いかにもですね中国がやりそうなことですよね。で、中国外務省のですね、もうね報道官は女知らんと言ってるわけですね。ウィップス氏はこの事件は軽傷だとし、台湾、日本、米国からデジタル防衛強化の支援の申し出を受けたと述べたと。こういうねいやらしいことをやってね、そのパラオをですね台湾から引き剥がして、自国の国交、自国と国交を結ばせようとしてるわけでしょう。こういうやり方がですねその目的を叶えるために有効だと中国は思ってるわけですね。中国ってですね、何と言いますか、見てますと人に嫌われる、他国に嫌われることに関しては名人級に上手ですね。お前それやったら嫌われるやろというようなことをですね次々とやっていきます。それをやったら軽蔑されるやろというようなことも次々とやっていきます。なんでそこまでするんやろうという不思議でしゃあない。戦狼外交なんかその典型ですけど、あれをやることによってですね得するか損するかだったら圧倒的に損するんですよ。見てるとなんでそんな損することやるのみたいな、わざわざ嫌われんでもええやんと思うようなこともやってくるわけでして、これもその一つですよね。こうやることによってパラオ人たちはですね中国に対してどういうふうな感覚を持つでしょうね。なぜそれがわからないのかってようわかりません。私には理解不能です。ちなみにパラオという国はですね、確か20年ぐらい前の大統領は国尾中村という人だったんですね。で、日本人の子孫です。まあ純粋に日本人にはなさそうですけど、日本語もお話になったんですね。なぜかと言いますとですね、ここは第一次世界大戦後日本の信託委任統治領なんですね。昔ドイツ領だったと思います。で、まあ日本がですね、占領してその後、まあ日本領みたいになって、ですねおおよそどうですよね20年、25、27、28年過ごしてですね、
まあ、その間のですね、いい思い出がいっぱいあるんでしょうね。でパラオは確かですね、の米軍上陸しなかったようなですね、まあ、プレリュー島と同じその流れのプレリュー島というところでは激戦が行われましたけども、まあですね、あの辺はどっちかというと親日的な国が島が多いですね。日本統治時代のことをですね覚えてらっしゃる方が、まあ、ちょっと前までいらっしゃったわけで、ね、今はもう完全にもうその次の世代になってますけど、で玉坂台湾と近いです。非常にフィリピンの近くなんですね、パラオ諸島と。でまあ距離的にも近いんで台湾と親交があると。多分昔ね、パラオの人たちと台湾の人たちっていうのは日本語で会話ができたと思うんでしょうね。まあそれもあって昔から国交を樹立していたんでしょうね。で今になってですね、中国がこんな嫌がらせをしていると、お前らって台湾と手切れって言うてるわけですね。こういうことをやってでもね、台湾と手切りますかね。普通そういうこう普通の発想がなぜできないんやろうと思うんですけど、まあ多分これなんかもですね、中国人たちがですね、自分の部署の成績を上げるためにこんなことしました、あんなことしましたって上に報告するがためにですね、パラオの文書盗みましたよほらとかってやって報告してるんでしょうね。でもそれを許容するですね、組織であり今の中国共産党であるわけですね。なんと言いますかね多分ね、彼らの価値観ですけどね、中国でね、そういう出世していく人っていうのは必ず社会主義教育を受けるんですよ。で社会主義ってものすごく非人間的なんですね。人間が決めたシステムの通り動けば全ての人間は幸せになれるっていう、こう人間の能力に対してものすごく傲慢な思想なんですよ。で日本人には非常にこう馴染めない。日本ってね、何でもお天道様ってい う自然の成り行きに任せるという国でしょう。ではなくて完全に全てが人工的にということを、で人間は万能やぐらいのですね、そういう考えが根底にあるのが社会主義だから、やることなすことは非人間的なんですよね。でそういう教育を受けた人が中国では出世するんですね。まあ、一見資本主義っぽい国ですけども、その根底に息づいているのはですね、共産主義教育なんです。だから結局こういう非人間的なことをやらかしてですね、全然天として恥じない当たり前やんと思ってるぐらいのことを考えてるんでしょうね。まあこう中国の嫌な面がですね、これでもかとばかりに出ている事件ではないんでしょうかね。はい、貼っておきましょう。中国台湾の国交締結国パラオに大規模なサイバー攻撃というですね、記事でございました。アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。